た、すいません。餃子と唐揚げ、唐揚げはい、お願いします。餃子と唐揚げ、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。よし。
はい、すごいなんか昭和ならではのなんか懐かしい味のするお店でございました。大将はね作るのをやめてなんかお会計の人になってますけど、まあ、昼飯時と言ったらね美味しかったです。なんかまあ、その味噌ラーメンが売りだとは思うんですけど、まあ、その特製味噌ラーメンがその豚がのチャーシューがね、3つ入って、そっからの餃子が1つでカツが入って、なんかあと卵ね、すごかったですね、インパクトが。ぜひ皆さんちょっと興味あったら行ってみてください。懐かしの雰囲気と、味噌ラーメンということでございます。餃子もねなんかねそんなに癖もなくて昔ながらの餃子かなと思います。はい、満腹食堂来たんですけども、久々に来たんですけど、どうなんですかね。やってないですね。やってませんね。せっかく来たんですけどね。チャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。